こんにちは、九州山チャンネルのヒデです。今日は鹿児島県に来ています。今回紹介するのは、九州百名山にも名を連ねている天孫降臨で有名な高千穂の峰を目指したいと思っています。この高千穂の峰ですね、宮崎県側、そしてね、鹿児島との、県境にもね、位置する山ということになっています。今回ね、登山口の方は、鹿児島県側の高千穂ヶ原というところからね、山頂を目指したいと思っています。今日はね、予報では晴れの予報になってたんですが、やはり山の天気はね、わからないということで、来てみるとね、登山口から少し上がったところはもうガスガスでね、上は真っ白になって山頂の方をね、確認できないような感じです。でもね、安全第一でね、ゆっくりゆっくり、山頂を目指していきたいと思っています。では後ほど。はい、駐車場を出発して、15分強ぐらい登ってくると、本格的な山道に入ってきますが、山道入るとですね、今度ザレ場になって、火山帯のね、ザレ場をジグザグに登っていくような形になります。上の方はね、ガスって何も見えません。では後ほど。はい、ザレ場をね、ジグザグに登ってきて、おはち巡りの、ような、地形の方で見えるんですが、火口の中は真っ白で何も見えません。この後ね、通称馬の瀬というところを、渡って失礼しました。風はね、2メートルぐらい吹いてますが、まだね、普通に立って歩いて、
高千穂柄の、駐車場をスタートして約2時間1分で、高千穂の峰、天孫降臨の山ですね、いただきました。残念ながらね、空は少しね明るくなるんですけど、やはりガスガスでね、周りは何も見えません。この後ね、少し一段下にあるね、避難小屋の方ですね、ちょっと寄り道してみたいと思います。では後ほど。はい、山頂のすぐ下には、避難小屋があります。天気が悪い時にはね、ありがたいですね。そして小屋の脇ですね、ちっちゃいね、まあこちらはね、携帯トイレ用のトイレブースですね。携帯トイレは必見、まあ必見ですね。必見じゃないね、必見ですね。避難小屋です。では後ほど。はい、下りは溶岩が固まったような、溶岩帯、そして、ザリ場が続くんで、上り以上にね、下りの方が、ほわほわ細くして、無重ですね。上りよりも下りが無重です。はい、標高が下がってくるとともに、ガスがだんだん抜けてきました。高千穂柄の駐車場も見えています。そして右手は、もうこちらはね、まあ、硫黄のガスの影響なのか、ほとんどね木が枯れちゃって白骨林になってますね。雲の奥は、中岳方面ですね。今もガスの中です。高千穂ヶ原の駐車場へと戻ってまいりました。今回ですね、途中からねガスが切れると、まあ、展望の方ね、皆さんにお見せしようかと思ったんですが、もう終始ね、ガスガスで何も見えませんでして、取れ高はあんまりありませんでしたけど、まあ、ケアなくね、無事下ってきました。休憩時間はですね、3時間44分ということで、まあ、まずまずのね、ペースかなと思っています。天気がいいと、中岳やね、唐国岳の方面、そして栗野岳とか、あとはね、鹿児島の方のね、景色見ることができますんで、もしよかったらね、また天気のいい日に、皆さんもね登っていただければいいかなと思っています。ちなみに山頂ではですね、避難小屋、休憩料ということでね、小屋の維持費も兼ねて500円ということでね、案内がありますんで、私の方も中でね、ちょっと昼のね、パンを食べましたんで、ちゃんと、保全費というかね、500円払ってきました。ということで、今回の動画いかがだったでしょうか。参考になったかな。なんとも微妙ですけど、参考になったらよかったよと言っていただける方は、今後の励みにもなりますので、高評価ボタンお願いします。そして、今後もですね、素晴らしい山の映像を、お送りしてまいりたいと思いますので、見逃さないためには登録ボタンお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。